皆さんこんにちは。那覇市人材育成支援センターマイマイ那覇の古塚と申します。さて、那覇市人材育成支援センターマイマイ那覇の開館記念講座をこれからお送りしたいと思います。那覇市人材育成支援センターマイマイ那覇は那覇市のリーディング産業である観光産業分野などで活躍できる人材の皆様の育成支援を図るとともに、市民の皆様の外国との国際相互理解の促進、あるいは地域づくりやまちづくりの活動を支援するほか、市民の皆様の学習や交流活動を支援するための拠点施設として設けられました。この4月1日に開館をしたのですが、折からの新型コロナウイルス化の影響で、なかなかこの講座も開くことができませんでした。ようやく今日から、皆様に配信することができるようになりました。先週実は9月6日に第1回を開催する予定でございましたけれども、台風10号の影響で開催することができませんでした。今日午後、これからエジプトに公民館を、日本の公民館が注目されたわけということで第1回目に、お届けする予定でした。那覇市半田川公民館館長の南慎之助さんを迎えた、講座をこれから配信したいと思います。早速でございますけれども、南さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、那覇市半田川公民館の館長で NPO 法人1万人井戸端会議代表理事の南です。今回は、マイマイ那覇の、開館記念講演、本来であれば第1回目にやる予定でしたが、今日をとても楽しみにしてきました。そして開館おめでとうございますっていう感じですね。私もこの地域で、すぐ近くの公民館ということもありますし、私がお世話になっていた最初の半田川公民館の、運営をしていた NPO 法人那覇まちづくりネットの、田畑春夫さんという方がこの地域の公民館や図書館のような場所をというふうな思いがずっと聞いてきましたので、その下で育てていただいたということもあって、この場で私が話すことができてとても嬉しく思っています。はい、では今回このテーマなんですけども、なぜ半田川公民館がエジプトによく聞かれます。今エジプトに日本の公民館を参考にした拠点を作ろうという動きが始まりました。なぜそういう話になったのか、そしてそこでどういう国際交流が今行われているのか、そして私自身エジプトに2回この件で行かせていただいて、今コロナ禍でなかなかね行きにくい場所にもなってますけども、そこの写真もたくさん今日は紹介しながら、現地の雰囲気、風土を感じる機会にもなれば幸いです。はい、ではスライドお願いします。はい、自己紹介っていうところです。那覇市曙出身で、環境社会学というものを、学んできた一環になっております。最近、文部科学省表彰受賞2回目のものがあったり、表彰を受けた皆さんの中の総合評価で、特別賞を受賞するなど、最近も一生懸命地域あるいは公民館がいろんな各地で、しっかり成果として出せるように頑張っております。はい、次。はい、これは NPO 法人の、ミッションを、示しています。私たちは1万人井戸端会議という名前、にもありますが、1万人というのはちょうど那覇市でいうと、小学校区に近くなります。子どもからおじいちゃんおばあちゃんまでが歩いて、行ける範囲での、持続可能な地域社会づくりと、いうのがすごく大事だなと思ってますので、それをしっかり仕組みとして作っていくと
それからまあそれをすべての人々、関心のある方々には広めて公開していくということも大事にしています。はい、次お願いします。はい、でじゃあそもそもなぜ反対側公民館に、まあ、エジプトに公民館を作るきっかけとなった人物が訪ねてきました。その辺のエピソードを少し紹介するところから始めたいと思います。はい、で今ですね、画面のところにグローバル公民館というのがありますが、これは、まあ、世界中、場所関係なく学び合えるようなプラットフォームを作ろうという、真ん中に顔が載っているエジプト人のモハメッド・アブデル・ミギードさんですねの思いで、今こういうページができています。下の方にちょっとスライドを行ってください。これは日本の折り紙を作っている様子ですね。はい、このギドさんが、ある時ハンタガー公民館に訪ねてきました。でこのギドさんが訪ねてきたところからハンタガー公民館との出会いになりますが、ギドさんが初めて訪ねてきた時に、まあ、なぜ日本の公民館なんですかという話をすると、ギドさんは、まあ、世界青年の船に、まあ、乗って行った時に、まあ、いろんな国々の方々と、まあ、出会ったと、まあ、そんな中で、エジプトだけではなくていろんな国々の皆さんが力を合わせて何かを起こしていくということを、見ていくにつれて、エジプトも力を合わせてより高めていくことができるんじゃないかなというふうに感じたと話しています。はい、もうちょっとスライドを進めてもらえますか。もう少し進めますね。はい、まあ、ギドさんはこうやってピラミッド、これピラミッドなんですけども、ピラミッドでガイドもしておりました。はい、そのまま進みます。そうです、はい、もう少し行きますね。これ世界青年の船の様子が載っています。はい、そのままもう少し進みます。はい、教育こそが国の運命を変えるっていうね、まあ、ギドさんの思い私にも伝えてくれました。でそのまま南に行って、ギドさんは日本の公民館を知ることになります。そしてこれこそが今エジプトにすごい必要なものじゃないか。義務教育を変えるのは難しいけども、社会教育あるいは障害学習を通したエジプトのより良い国にしていきたいという話をしていきます。はい、進んでください。そうですね、まあ、はい、いいですよ。ちょうどアラブの春というのがエジプトでも起こって、まあ、民主化の動きがエジプトのにも出てきますが、まあ、そこでさまざまなクーデターが起こる中で、まあ、刑務所からも人を脱走して、それから信号も止まって警察も止まってっていう時に、まあ、クーデターを起こっていったわけだけども、自分たちの新しい国づくりとか安心安全って一体どうしたらいいんだろう。でそれを結局隣近所や地域のつながりが自分たちので作っていかないといけないじゃないか、まあ、それを思ったギドさんがおりました。はい、そうですね、まあそういうことを感じながら日本の公民館、それから琉球大学での社会教育を学習していく中で、ハンタガ公民館を知ったそうです。はい、もう少し行きます。でエジプトに公民館のような場所ないですかと私も思いました。モスクがあるんじゃないですか、あるいはやっぱり自治会のような地域の拠点が自然発生的にあるんじゃないですかと思いましたが、世代を超えてあるいは、
まあ、裕福な方々から学校に行ってない方々までの差が日本より激しいので、同じように誰もが集える、誰もが利用できるっていう意味では、同じようなのはなかなかないということが、分かってきました。はい、進みます。はい、半田川公民館祭りに来た義堂さんが出てきましたね。はい、ありがとうございます。続きます、下に行きます。で、同じ、あ、いいです。はい、同じ公民館でも、まあ、地域の人々が集まってはいるけど学びにつながってないっていうケースも義堂さんは見てきました。あ、ただ場所があればいいんじゃないんだな、そこでしっかり学びがあって継続した地域づくりに反映されていっているところと、なかなか行きにくいところがあるんだなっていうことを、ギドさんは調査の中で感じていったようです。エジプトに作りたいのは、しっかりそこで出会った方々が学び続けて、それをみんなが力を合わせる機会として、そしてちゃんと実現するまでっていうのをギドさんはよく言ってくれてます。まあ、こういう公民館への情熱みたいなものを、同じ日本の公民館運営をしている人たちからも聞くことが少なかったので、私としてはそうですよねっていう、エジプトの人からこういう話聞くとは思わなかった。まあ、海外のさまざまな国家主権がある事情から日本を見たときに、公民館って実はものすごく魅力的なのかもしれません。誰しもがやろうと思えば利用できて、学べて、集まってもよくて、そしてそれを生かして仕事や仲間を作ることができる、まあ当たり前のようでいて、それはものすごく自分たちの暮らしを底辺から色づかせてくれている、まあ、そういうものなんだなっていうのが、まあ、私も義堂さんとの出会いでの気づきでした。はい、下に行っていただいて、そうですね、まあ、そうこうする中で、まあ、意気投合してしまってですね、義堂さんがエジプトに公民館を作るときは私たちが全面的に協力しますと、まあ、宣言して握手をしていきながら、沖縄にいる間は一緒に講座をしませんかという提案をさせてもらいました。まあ、なぜかというと、拠点があればいいわけではなくて、そこにいる公民館のスタッフのコーディネートだったり企画ですね、が非常におそらく重要だろうと思ったので、外から見ては分かりづらい、そういうコーディネート企画、そして実行していく力というのを、まあ、見ていただきたかったのと、公民館としては義堂さんと一緒に企画することで、まさにグローバルな人材育成、若い世代に伝えていきたいなと思ったので、まあ、何度も講座を一緒に実施して、一緒に映画を見ながらディスカッションしたり、それから、沖縄でハラールをしっかり取り入れたおもてなしを考えようと、まあ、イスラム圏の方々が沖縄にいらっしゃった時に、どうやったら私たちは過ごしやすいようにできるんだろうか、まあ、ちょうど観光業力入れている沖縄でしたので、その方々が来てくれることを想像しながらの講座でした。はい、じゃあパワーポイントに戻ります。はい、次のページいきます。まあ、その義堂さんとの出会いがあって、義堂さんがそのままエジプトに戻っていきます。で、向こうで大学勉強を続けたり、それから日本大使館で働いたりというようなところを繰り返して、南さん、そろそろエジプトの公民館作り進めますよっていう連絡があったので、オンラインで何度か講座をしていくうちに、そろそろ拠点が必要なんじゃないかということになりました。まあ、オンラインでずっと場所を変え場所を変えやっていくんですが、そこでの学びが地域に定着しなかったり、一回参加した方々が一回集まってまた別れて、一回集まって別れてというだけではなかなか利用した方々の学び合いがつなぎにくいなというのもあって、改めてエジプトに行こうということになりました。はい、次お願いします。エジプト皆さん、
頭の中に地図を描きながら見てもらって、私沖縄からエジプトに行くのに地球が丸いということをあまり考えずに、まあ真横に行くんだろうと思ってました。ほとんど緯度としては一緒なんですよね。真横に行くのかなって、違うんですね。ロシアの上を通っていくんですね。ロシアの上を通ってヨーロッパ、トルコ、あの辺りに一回経由してエジプトのカイロという流れでした。はい、お願いします。はい、でやっぱり公民館ってそこの地域の歴史、それから文化的な背景、社会的な状況というものを、まあ、踏まえながら本当に必要な拠点は何なのか、日本の公民館で本当にいいんだろうかっていうのも疑いながら、向かいました。ね、せっかくなんでこれ写真、端っこの上の方は大きな川ですね。エジプトの大きな川といえばナイル川ですね。もうみんなが知ってる川の一つですが、改めて見ると感動します。広大で、そしてさまざまな文明を生み出してきたのがこの川かと思いながら、見ておりました。隣はさまざまなフルーツですね。私も農業を少しやってるのでちょっとびっくりしましたが、イチジクとかね、それからリンゴ、アプリコット、バナナ、マンゴー、それからブドウ、これが同時期になぜか出ているんですよ。え、これ季節大丈夫かと思いながら、それぞれの旬の果物がたくさん並んでいます。ブドウも皮のままパクパクいきますし、ものすごい安いんですけども、フレッシュフルーツは、この、乾燥したエジプトの土壌の中、それからナイルの恵みの中で、ものすごいミネラルたっぷりの食べ物を作っているなというふうに思いました。甘さも半端じゃないです。そして左の下の方に料理が載ってますが、これはエジプトの家庭料理ですね。肉を食べないとね思ってる方多いかもしれないですが、あれは肉の、要するに血の抜き方の話で、上手に血を抜くための屠殺をしているかどうかっていうのをイスラム圏の方々は気にします。で、面白いなと思ったが、見えるかな、鶏肉の隣にナスの色をした包みがあるんですけど、このナスの中身をくり抜いて味をつけたご飯を詰めてるんです。これ中身どうしたんですかって私聞いたら、いや、ナスの中身は捨てるんだよ、あるいは焦げつかないようにそこに引いて食べないんだよ、へーと思ってですね。で、もっとこうパスタとかパン文化なのかなと思ったら、伝統的にはお米ですね。お米をよく食べています。葉っぱで包んだ丸いものも、ちょっと緑色のものがありますが、これはブドウの葉っぱですね。ブドウの葉っぱをまたお米をくるんでます。ものすごい美味しいですね。現地で食べる機会があれば、ホテルとかにはないんですが、食堂のようなところに行ったら、食べれることがあるかもしれません。食べれないぐらい出すというもてなしをホームパーティーでいただきました。で、ご存知、隣ピラミッドですね。ギザのピラミッドです。これは近くに行って写真撮ってますけど、一個一個のブロックが1メートルのちょっとありますね。この四角いものをどんどん積み重ねてますが、近くで見るとこれ石灰岩ですね。沖縄の、あれ、石積みの石灰岩にすごいよく似てる。私としてはこれはこれで感動でございました。あー、すっごいなと思って、ようこんなの切り出してこんなピラミッドを築いていったな。で、まあこのピラミッド、それだけ作れるぐらい、まあ、エジプトの現地の人曰くは、物を考えたり天体を見たり、それから誰かと話し合いをしたり、で、学んだことを残して継承したりということが豊かだったからこそできたんだよ。だから豊かだったからこそ、朝から晩まで働き同士ではなくて、それじゃない時間で自分たちを高めていったし、住んでる皆さんを食べさせるためにも国が仕事を作ったっていう一面もあると。労働だけ、過重労働のイメージもあるかと思うんですが、
まあ、それを国がすることで国民は仕事があって食べるものを得られたけども、これ続けていくことで今度国が厳しくなっていってピラミッドも小さくなっていったよっていう話があります。とはいえ人類の歴史を語るときに欠かせないエジプトから、実は日本の公民館は私たちも学ぶことが多いなっていうのを私も実感しました。はい、次いきます。これはですね、カイロの街をタワーの上から写真撮ったものですね。ものすごい交通渋滞が半端ないですけどね、ナイル川に挟まれた空間になります。まあ、こんなように、まあ、街並みがものすごい人口密集している街です。で、近くに、あ、そうまで近くにあのグラウンドとか、ああそうかそうか、動画でしたね。見ててくださいよ、これ遠くにピラミッド見えますよ。カイロから見えるんですが、ピラミッドが、あら、見えた、わかるかな、上のもううっすら影のように見える三角がピラミッドです。でナイル川ですね、この距離でピラミッドがこう見えるね、まあ、私はやっぱりすごい、今もそこに人が住んでいるっていうのを感動しましたし、このプールとかこう競技場あるじゃないですか、これも誰でもが入れる場所じゃないと、特定のステータスを持ったカードを持っている人しか入れない施設になってますね。まあ、それも日本でいうとこういうトラックや遊技場は利用することができる人多いと思うんですが、そういうのはなかなか開かれているわけではない。ただ場所としては用意されています。はい、次、これも動画ですね。街を走っていたらこうヤギがいきなり歩いていてですね、何事ぞとちょっと流してみましょう。ロバですね。牛も入ってますね。あ、牛さんも。これ普通の道路ですね。これね、カイロの市街地よりちょっと離れたところはこんな風な景色。見てたの？見てたよね。面白いね。でも。牛さんたちもびっくりしてた ね、 ね、こういう結構工事車両は日本のメーカーだったりしますね。まあアスファルト舗装されているところもあればそうじゃないところもありますが、非常に乾燥してめったに雨が降らないので、こんな雰囲気でもありますが、ああやって放牧っていうよりかは多分ちょっと逃げちゃったんじゃないかなと言ってましたが、身近にああいう生き物が見れるのも新鮮だなと思って見てました。はい、次いきます。あ、はいね、もう私写真いっぱい撮ってるのでぜひ見たい方は見てください。この手前の乾物屋さんなんですけど、これは、アスワン、エジプトの一番南側ですね。アスワンハイダムがある近くになります。その近くでデーツですね、デーツ、夏目ヤシのことですが、これを断食のラマダンの明けてすぐには大事に食べる習慣があると言っていました。特に女性にはとても大事な植物ですよということで、まあ、昔からとても大事にされてきた伝統的な、フルーツで何種類もあるんですけども、日本でもものすごい高い金額でデーツを買うことができます。このアスワンが沖縄の人が行ったらすごくなんかゆったりして似てるなっていう雰囲気がありました。ハイビスカスが咲いてブーゲンビリアがある、お、共通点も多いなというふうに思いましたね。ハイビスカスティーがメイさんでございます、ね、ハイビスカスティー、多分このデーツの真ん中ら辺にあるのがハイビスカスティーだと思いますが、まあこういうさまざまな体に良さそうな乾物がたくさんありますね。で左の上の方はお菓子屋さんですね。ものすごい甘いですね、甘い、蜜、ごま、豆、そういったものをよく使っているなという印象でした。ものすごい甘いです。下の方もアスワンの街ですね。
車に男の人たちが後ろに乗ってますが、こういうタクシーに似たようなたくさん人が乗る車がたくさん乗ってます。私もトヨタのハイエースに乗るぞと言われたんで一緒に乗ると、どう数えても12名乗ってましたね。12名乗る椅子がないと思うんですけど、改造されて椅子が12個あると。で、誰か降りるときは全員降りるとっていう、すごい生きていくための向こうの知恵ですが、日本の車は向こうでも一生懸命頑張ってました。はい、次お願いします。あ、これはホテルでの朝食ですね。はい、でよく一番よく食べるのが、上のサラダのところにパンがありますね。あえし、このパンがよく向こうでほぼ主食だと思うんですが、焼きたてはぷっくり真ん中が膨らんでいるパンで、ルッコラとかサラダが一緒に食べてますが、このパンと上のあのトマトとかオニオンが入っている、タレというかスープにつけて食べるんですが、そら豆のスープですね。そら豆をペーストにしたものに、オリジナルでオリーブやミルクや胡椒、カレーパウダーみたいなものをかけて、オリジナルでそれぞれ食べるんですが、ものすごい美味しいし腹持ちがいいです。今度そら豆のペーストはもうエジプト行った時に必ず行った先でいろんなものに挟まっていたり、トッピングで出てくる食べ物でした。で、ナス、これナスですね。ナスやトマト、それからピーマン、とにかくナスはたくさん食べましたね。調理が上手ですね。本当に私が大好きな食べ物なので、いっぱい食べて舌にもとても合いました。はい、次いきます。あ、これもアスワンのそばで、現地の方がカフェでパーティーしましょうっていうので、何かなと思ったら、カフェはオープンテラスになっていて、オープンテラスに水のペットボトルを持ち込んで、まあ、パーティーをすると。これも会員制のカフェでしたね。まあ、鶏肉の包み焼きだったりフライ、それからキャベツにまたご飯がこう巻いてある、ご飯の外側にキャベツが巻いてあったり、オムレツのようなもの、それからポテトですね、こういうものを食べてますが、同じエジプトでもアスワン側の方々とカイロ側の方々とでは少しこういった食べ物の習慣も違うようなことを言っていました。しかしどれもものすごく美味しかったですし、何より日本から来た私たちをおもてなししようという現地の方々の気持ちが非常に嬉しかったですね。そこに行けないと食べれない、そこに行かないと味わえない、風を感じていただけるというのは、まあもう贅沢でございました。はい、次のスライド。はい、あ、これはエジプト行った時にいろんな大学も巡って、日本の公民館のお話をさせていただきましたが、向こうでの飲み物、まあ、一番よく飲むのはもちろんウォーター、水ですよね。水ですが、チャイはコーヒーって聞かれますね。あ、なんだろうと。で、あ、じゃあコーヒーでと言うと出てくるのがこれです。トルココーヒーですね。トルキーコーヒー普通のブラックを想像して口にカコッと入れると、ものすごい濃厚な味がしますが、香りはすごい深いですね。ぐいぐい飲むタイプじゃないですが、舌にものすごい粉がたまりますが、まあ、そういうエジプトの甘いスイーツによく合います。現地の方々は紅茶の方がよく飲みますね。イギリスの占領の状態がありましたので、そこでの食文化もたくさん入っていて、紅茶に、ミントを入れて砂糖をたっぷり
プリ入れて飲むのがよく見かけました。はい。次のスライドお願いします。ね。でナイル川なんですけども、あの人の集う場っていろいろだなと思ってですね、あの こうやって道路の川沿いに椅子が置いてあるんですよ。でお店ではないんですよね。なんだろうなと思ったら夜になるとここに夜な夜な人が集まってきてですね、自分の飲み物を持ってきて喋ってるんです。椅子が足りなかったら家から椅子を持ってきてここで喋ってるんですね。いやなんかそういう路上で喋ってる姿が結構たくさん見えて、これなんだろうなと思って見てたんですけど、雨降らないじゃないですか。なので外でゆっくり過ごすって非常に向こうでは定着しやすいんじゃない。沖縄の場合だとスコール来ますよね、こんな時でもいやですし暑すぎるなと思いますが、まあ、ナイル川のほとり眺めを見ながらデート、あるいは高齢者の方でもゆんたくしていくと、あ非常にいい光景でしたし、自然に公民館があってもなくてもこういう話し合うっていう場習慣自体はエジプトにもものすごく定着してるな。むしろエジプトの方々の話したい、伝えたい、聞きたいという気持ちは日本人以上だなっていうふうに思いました。はいですね、ギドさんがいてエジプトに公民館が必要で約束をしてしまいました。でその時に強力なアドバイザーがなんと沖縄国際大学にいました。ギドさんが教えてくれましたが、イブラヒム・エルサムニン先生、国際大学で比較教育を長年教えてくれていますし、エジプト出身でもありますが、お父さんの代から、日本にいらして日本とエジプトの架け橋に長年なっているエルサムニ一族でございます。その、エルサムニ先生も通訳の時に必ず反対学公民館に来ていただいて、微妙に伝わりにくいニュアンスを、ちゃんと共有していただいております。私以上に沖縄のことを知っていて、沖縄のクガニ言葉、大事な言葉ですね、伝えられてきたことわざや、シマクツバも時々織り交ぜるようなすごい人がおります、まあ、そういう方々と一緒に、このグローバル公民館を進めていくことになります。はいね、で実際に私が行ったのは国際交流基金というジャパンファンデーションと言われますが、そこの基金の支援が得られましたので、行くことができました。たまたまトヨタ財団、公益財団のトヨタ財団さんから、助成金をいただいたきっかけもあって、私のすぐ隣に座っていた、西山さんという方が、いましたが、まあ、彼はいろいろ取り組んでいることが多様で説明するのは難しい方ではあるんですが、まあ、こういういろんなシェアハウスというかシェアショップですね、いろんなシェアしていろんなチャレンジしたい方々が、拠点を運営できるように自己実現できるようにっていうのは民間の立場でやっている人ですね、まあ、そういう方も一緒になって、行きました。これはオールドカイロと言ってたので、エジプトの中でもものすごく古い地域になります。街を歩けばそのあたりの施設が2000年前のものだよとか1000年前のものだよっていうのが現存しながら今も活用されていると、ちょっと私からすると時間軸がおかしくなりそうな、そういう街並みでございます。はい、次お願いしますですね。これはカイトペイですね、エジプトの一番北側に地中海面するアレキサンドリアというところがあります。そこは世界で初めての図書館もある地域ですね。で、このカイトペイは要塞です。つまりは関所ですね。ローマ帝国、オスマン帝国含めてナポレオンもそうですね、みんなこの海から侵略してきたと。それだけ地中海側へのエジプトの危機感というものは大きかった
ようです。まあ、それだけにここでどういう情報源をまとめて戦略を練るための拠点としても図書館が保存し、それを生かしていくための学ぶ拠点ができていきました。もう大きな大きな資料館でございました。ですね、そういう、まあ、戦争にも巻き込まれてきた場所で、ギドさんが、ポツリと言ったこの言葉、私びっくりしたんですが、エジプトから外に侵略に行ったことはないよ、私たちはただこのナイルのそばにいたいだけなんだというふうに、言っていました。なるほど、エジプトの恵み資源を、欲しいというさまざまなところが攻め込んできた、でその都度エジプトは翻弄されてきたんだけどもっていうのを聞きながら、今のエジプトの代表的な挨拶、アッサラムアライカムって言うんですけどね、アッサラムアライカム、そしたら返答もあのアライカムアッサラムって言うんですけど、あのこれ意味は何ですかと聞いたら、あなたの上に平和をという意味なんですね。いつもそうやって侵略され続けてきたエジプトの人たちが今日も平和であるということ、あなたが平和であるということが、まあ、挨拶になった、これはすごいことだなと思いましたし、まあ、沖縄も沖縄戦を抱えた地域ですので、平和な状態を続けていくっていうこと、そのことをまあ忘れずに行動し続けるということが、これはもう沖縄だけじゃなくて世界中でみんなで分かち合って進まないといけないことだなというのをあの教わりました。エジプトに行くと私は必ずこのアッサラムアライカムの素晴らしさを逆に伝えるようにしております。はい、次お願いします。ね、イスラム教が9割っていうそういう、国になっておりますし、モスクという場所を中に入れていただきました。神聖な場所ではあるんですが、とても多くの方々が、時間曜日になると集まってまいります。神様と自分と向き合う、そういう場所ではありますね。ただ男性と女性で分かれているのと、モスクの中でもリーダーとなる人が複数人います。その複数人があえて分かれてそれぞれの、解釈、ムハンマドの解釈をそれぞれが議論して進めていたそうなんですね。誰か一人のリーダーじゃなくて解釈もそれぞれ違いますよね。派閥があったり流派があったり、それを認めながら、その認めていく施設の作りになっていることに私は面白いなと思って、感じていました。まあ、モスクがいろんな人が必ずしも入れなくても、そうやって誰かの意見を尊重できるっていう、その一面を見た気がしますね。で、人口ピラミッド一緒に載せてますが、日本は少子高齢化を生きてますよね。エジプトはまさにピラミッド状態です。私が日本の公民館で何が課題ですかと言われたときに、少子高齢化が始まっていて高齢者の孤立とかっていう話が出すと全然伝わらないんですね。全然伝わらない。もう2回ぐらい向こうで話してなんかおかしいなと思ったら、そうかと、若い人たちの仕事がない、あるいは若い人たちが何かを生み出していったり学ぶ意欲であったり、エジプトになっていくそういう力、機会がものすごい勢いで今求められているんだなということを感じました。なので向こうでは若い人たちが爆発的に増えていますが、その方々が必ずしも仕事に就けるわけではないですし、ましてやさまざまな家庭での親がやってきた仕事に左右されることも多いので、勉強すれば憧れた仕事に就けるというわけではないようです。そういう意味では、夢に向かってチャレンジする、当たり前のようではあるんですが、それは日本はやろうと思えば、行こうと思えば高校まで行くことができるでしょうし、頑張って予算も工面して
行政の支援も借りれば大学まで行けるかもしれない、あるいはそこまで進学しなくても仕事を見つけていくことができるかもしれない、仕事のステップをすることができるかもしれないですが、それはやはり恵まれている一つなんだなということは感じさせられました。そういう意味では若い人たちにとっての公民館というのが特に向こうでは求められていると思いました。はい、次のスライドお願いします。ね、あっちこっち私訪問しましたね。ほとんど英語が喋れない上にアラビア語がわからないけれども、もう随随いろんな方に会わせていただいて鍛えられました。はい、このグローバルコミカのページは閉じて大丈夫です。はい、まあ、ここでいろんなエジプト、それからヨーロッパにも出版をしたり、教材、あるいは企業の皆さんの仕事のスキルアップなどの本を多く出しているペメックさんというところの社長さんにお話を聞きました。ペメックさん、この方のね、この言葉は私は非常に響いてしまったんですが、まあ、日本の公民館すごくいいですねと。これはもし本当にできてエジプトに広まったら、エジプトのいろんなチャレンジの支えにもなるし、それを広めるときにはお手伝いしたいという声がありましたが、日本の公民館や社会教育のクオリティを誰が守ってるんですかという質問がありました。誰が？憲法の中で社会教育法というのはあるけれども、正直各市町村ごとで公民館の運営というのはかなり違いますよという、それはまあ多様性という意味もあるし、その分評価というのが曖昧な一面も実はあるということを私は感じたことを伝えましたが、それだと公民館にばらつきが出るんじゃないかと。おっしゃる通りですと。おで、今の日本の公民館ではそういったばらつきをどうしてるんだとかね、いろいろ聞かれて、公民館の数が減少していること、それから、公民館という名前ではなく教育的な意味合いが薄れた中での活動であったり、あるいはただの場所を貸すという場所になっているところもありますということも言うと、日本のことを世界は見ているよと。で、日本は日本のためにも、もちろんエジプトの皆さんのためにもだけど、見本であってほしいんだと、そういうふうに言葉を受けて、日本の公民館いろんな人が見てるんだなと、しっかりその意味とか、活動の機能とかそれの可能性を常に展開していかなくちゃならない。もっと言うと公民館というものでも人にイメージするものが多分皆さん全然違うと思うんですが、要するに人々が学び集える拠点、そしてそこで自己実現をしていく場所、子供からおじいちゃんおばあちゃん、働いている世代までがそれを一緒になって実現していく最寄りの拠点としての公民館が、まさに私たちはもっと確立していかないといけないな、改めて考えさせられました。はい、国立アインシャムス大学、お世話になりました。そこではちょうど地域づくりセンター、地域に大学での学びを公開しようという動きが、加速しているということで、地域づくりセンターで話してもらうよとだけ聞いていたんですが、行くと記者会見のような状況になっていてですね、私はネームプレートを立てられて座らされて、今から何が起こるのかわからないなっていう顔で座ってる状態なんですけど、どうやら地域づくりセンターの大きな公開イベントだったらしくて、学部長の方々、お偉い方々がたくさん座って、先生教授陣を前に日本の公民館を紹介するという機会であったことが当日分かりました。非常に公民館、あるいは日本の教育が義務教育だけではなくて、地域の中でさまざまな教育機会が作られているということ、それから、
まあゴミだとか、それから交通だとか、その市民性ですね、私たちが自然に培ってきた市民性をエジプトの人たちはものすごく高く評価してくれてるんだなというのも、教えていただきました。それだけ日本の教育に関心が高いということでもあります。でちなみにエジプトはアフリカ諸国の中でもリーダー的な国です。でアラブ諸国、イスラム圏の中でもリーダー的な国です。まあ、そのエジプトが今こうやって地域の教育を進めようということはものすごい各国々への波及効果としても大きいんだよということも私も向こうに行って初めて感じることができましたし、まあ、それだけ日本の先輩方ですね、日本の企業の皆さん、教育界の皆さんがコツ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 できるものを作って、そのクオリティ、それからそれを外にしっかりクオリティを担保したまま提供してきた、その信頼の上に私たちは、この公民館作りが初めてできるんだなということを知りました。はい、次お願いします。そうですね、国際交流基金の予算で言ってますので現地の事務所にも挨拶に行かねばということで、行ってまいりました。いろんなところに日本人がいますね。アフリカの中ではここしかありません。そういう意味で言うと貴重な場所ではあるんですけども、日本語の普及や日本式教育の普及を一生懸命やってると、まあ、ここ最近の課題で言うと、日本語を習ったけれどそれを生かす仕事が少ないと、まあテロの活動もありましたので、日本人を観光客として対象とする仕事が減ったんですね。そういうこともあって、日本語を生かした仕事というのはちょっと今少ないので、それも考えないといけないということも一生懸命やってますし、日本の JICA さんが、主に事務局としてやっている日本式教育、主に日本の小学校の特活、特別活動と言われるものですね、みんなで美化委員がありますとか、それぞれ委員を決めてやったり、学級長がいたり掃除当番がいたりありますよね。当たり前のこれがものすごく珍しいと、自分たちで自分たちのことを考えてみんなで力を合わせて実践する、そしてみんなで考えてクラスの学級がより良くなるようにしていくという、まあ言われてみれば私の小学校の時もあったなと思いましたが、意識したことはなかったんですが、これが非常に素晴らしいんだということで、今日本式教育が日本の首相と向こうの大統領とで交わされています。どんどん日本の特活が今輸出されているという現状もあります。はい、次ですね。他にもJSPS といって学術振興会という日本の研究者が拠点とする場所が海外にいっぱいあるんですね。これも私初めて知りましたが、学術振興会のカイロ研究連絡センターというところで、事例も発表させていただきました。でエジプトの大学生、若い世代いっぱい話を聞きましたが、まあ、公民館実際何したらいいかわからないなという素直な声から、グローバル公民館のオンライン講座は必ずまた行きたいなって思うんだと、そしてエジプトの未来に絶対必要だと思うって言ってくれた大学生、それから日本人 JICA の方がなぜ公民館が必要ですかって改めて質問がありました。日本人からしたら公民館は身近にある、あるいはあんまり機能してない公民館を見ている人もいるかもしれないですが、ギドさんはアラブの春の後のオアシスはどこでしたかと、エジプトの暮らしの価値を今作らないといけない、そして高めないといけないっていうことを、それをまさに公民館という学び合う拠点を通して実践したいということを改めて強調して、くれました。はい、次のスライドお願いします。はい、
これはですね、エジプトで日本のことを学んだり交流をしている若い皆さんがいっぱいいるということが分かりました。ジャパンエジプトネットワークユース、略して、ジェンユースと呼ばれていましたが、その方々と日本大使館をお借りしました。日本大使館、日本の大使館、私も入ったことないけども、初めてエジプトの大使館を見ました、ね、すごいセキュリティでございましたし、ああいうところで日本の皆さんを守ろうと、それからあるいは外交上のやり取りをしようと頑張ってる日本人がたくさんいるんですね。私はこれよりも頭が下がる思いで、家族を連れて日本人学校入れながらね、頑張っている皆さんにたくさんお会いしてきました。でここで出てくるエジプトの若い人たちね、大学生から教員を目指している、あるいは教員の皆さん、通訳の仕事をしている皆さん、たくさん会いましたが、日本人、しかも日本の公民館をやっている人が来るのは多分ものすごく珍しいんでしょう。マスコットキャラクター並みに写真を撮られました。そんなに珍しいかなと思いながらですが、悪い気はしませんね。エジプトの皆さんと一緒に笑顔で写真を撮らせていただきましたが、協力と実現についてというテーマを現地の人たちは出してきました。これどういう意味かというと、日本人は協力するということを当たり前にしているでしょうということですが、エジプトの人たちは何かのために力を合わせるということが非常に少ない、個人主義ですと、個人でできることをどんどん高めていく、そういうことで ある意味格差のような、差も出てくるという一面もあると聞きました。だからみんなで力を合わせる、力を合わせたことをしっかり形にするというプロセスを彼らはすごく大事にしたい、エジプトの人たちが今少し弱いというふうに捉えているということでした。それから、実現ですね。これは実は日本の公民館もちょっと弱いかもしれないと私は思いました。学ぶ場、それからサークルのような場所もそうですし、講座を開催しますね。今必要なことの講座をしますと、そこで学んだ仲間と出会う、場合によってはサークルになるところもありますし、そのままそれぞれで自主的にそこで話し合われたことを持ち帰ることは多いと思います。ところがその話で出てきたことを本当に形にする、そこまで寄り添っていく、特に向こうは若い人たちがいっぱいいますから、やってみたいと思ったらやりたいんですよね。当たり前ですよね。こんなことができたら面白いかもしれないっていう意見がいっぱい出ます。いっぱい出たことをじゃあやろう、いつやろうっていう、この実現するまでをしっかり公民館のような拠点がサポートする、寄り添っていく、実現した後それが自己実現や仕事にもつながるようにつないでいく、そこまでを現地の人たちは求めているなと。でもこの部分ってひょっとして今日本の公民館でもより地域を地方創生と言われている中で、各地域地域が行政に頼るだけではなくて、市民の皆さんの力で新しい暮らしを生み出していったり、あるいは、細かいその地域なりの課題を見つけて解決していったりするときに、やっぱりそこの皆さんの気づきやチャレンジしてみたいという気持ちがないと前に進まないんじゃないかなと思うことがあります。そういう意味で言うと、実現まで一緒に寄り添うというのはまさに日本の公民館でも本気になって考えないといけないことなんじゃないかなというふうに思いました。はい、次のスライドお願いします。ね、私いる間のこれ4日5日の間の写真ですが、毎日もワークショップと事例発表の連続で、夜寝る時間短いのに翌日のスライドをその日作るっていうね、何が求められているか前の日にならないとよくわからないっていう、そういう中で
集中して頑張ってまいりましたが、ワークショップしました。で、まあテーマごとに分かれましたが、私が入ったグループでは、若い女性と男性いましたが、大学まで出て、言われたこと、まあ、親とか親戚に言われたのが、女性はどうせ結婚するでしょうと、こんなになるまで勉強してどうするんだと、仕事にもつながらないじゃないかというふうに言われたんだと、公民館ができたら私は大学を出た後も学ぶことができますか、そういうふうに聞かれました。ね、できますよもちろんと、思いましたが、そういう価値観が、まず前提としてあると。それから子どもたちの礼儀が悪くなってきている今時の子たちは、大学生が言うんですけど、ああそうですか、挨拶ができてない、ああそうですねと、日本人もできない時ありますよねと、いろんな世代でその礼儀について、それから教育のあり方、詰め込み型の教育、とにかく暗記暗記暗記で、それで学校が嫌になったっていう、まあ、暗記が必ずしも悪いとは思いませんが、そういう覚えることを評価するという基準がすごいしんどいなっていう声は、なるほどなと、まあ、今現在は探求していく、自分で自ら考えるっていうのがエジプトの中でも力を入れ始めていますと、ね、自分は不登校だったよっていう声もありましたし、交通の問題もうとにかく、車線を守らないっていうんですかね車線、まあハイエースが12人乗りになってるぐらいですから、車線、日本だと2車線ぐらいしかないなっていうところが4車線ぐらいになるんですよ。通れないはずなのにみんな通れると思って入るんで、交通渋滞、それから、横断歩道はないので、みんなその渋滞してたり超すごいスピードやるところをこう体を張りながら渡って、まあ、日本の方が特別じゃないかとかえって言われましたけどね、日本の方が安全に渡れるように横断歩道とかね、当たり前にあるんですけど、そういうのはないけども、みんな交通の事情わからないと、まあ、それでやっぱり事故もある、で亡くなる人もいると。で小学生がトゥクトゥクのようなものをいっぱい運転してたんですよ。あれ小学生でしたよね今というと、そうだと、実はトゥクトゥクは車じゃないから免許がいらない、つまり取り締まりすることができないと言っていて、自転車でも大きい自転車って子供たち足つかないじゃないですか、あの状態ですよ。小学生5年生とかがトゥクトゥクブーンと運転して小遣い稼ぎをやっています。仕事なのか副業なのかわからないんですけど、たくましい一面、それでのやっぱり訓練するわけじゃないので事故も多いと、まあ、そういう中で交通の問題というのもなるほどと、そういうマナーの部分もそうでしたね。で日本の小学校教育がどんどんできているので、そことしっかり公民館が連携したらいいんじゃないか、日本の公民館でもそうですよね、学校との連携、これは非常に求められているところですし、ちょうどここのマイマイ那覇も隣が小学校という素晴らしい立地の場所ですね。まさにそういう子どもたちのが身近な居場所としても可能性があるなと思っています。はい、次お願いします。はい、他にもですね、よくよく調べて案内いただくと、公民館とは言わなくても人が集って学ぶ場というのは多様に存在するなと思いました。まあ、椅子がいっぱい置いてあるのは、これはナイル川沿いの、まあ、広大なカフェですね。陸橋の高速道路のような陸橋の下にカフェスペース兼ライブハウスが完全に仕切られずに、橋の下でライブが行う、ライブ演劇とか劇場になっていました。これ素晴らしかったですね。それとか、いろんな仕事をシェアして、いろんな若い人たちがチャレンジしやすいような拠点もどんどん増えていると言っていました。それも見せていただきました。おしゃれですね。でそういう仕事やマッチングを支援するというのは非常にニーズが高い、若い世代がどん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 アクションしているという印象を受けました。で薄暗い中で、テーブルと椅子がありますが、これも日本に関心のある人が、日本との交流を
自主的にやってるサークルのようなものに参加させていただいて、そこでもゴミの問題の話が出ました。日本に夫の仕事で行ったことのある女性がたまたまいて、あの日本の道路のきれいなことという話を力説しておりました。確かにあのエジプトは物がいっぱい捨てられてはいますが、まあ、そういうエジプトもきれいな国にしたいなっていう声だとか、現地でエジプトに住んじゃった日本人が数人会いましたね。もうタイズボンのようなものを書いて、髪の毛もすごい長かったですが、日本人たくましくあっちこっちで生きてるなっていう感じでございました。日本語を久々に聞きましたっていうね、そういう方もいらっしゃいました。そこでもさっき言ったナスの中身をくり抜いたご飯が詰められているものを食べましたね。あれもすごいやっぱり美味しい、皆さんが大好きなものでした。もうディスカッションをするのが大好きです、特に外でね。それを非常に楽しく見ました。はい、次お願いします。はい、これがねまた日本で働いたことのある、日本のエジプト大使館で働いていた方が、エジプトに戻って作った民間の公民館です。いやこんなのがもうすでにあるんだとびっくりしましたが、実は一般向けにオープンして、日本の公民館は基本無料あるいは実費ですよね。実費プラス免除されているところもあると思いますが、この価値観が受け入れられなかったんですと。ひょっとして何か別の宗教に勧誘されるんじゃないか、騙されるんじゃないか、なぜ無料でこんな場所を使っていいんだという、逆に怪しまれてしまって、なかなか利用が進まないということで、幼稚園を併設することにしたと。ものすごい金持ちですね。併設して幼稚園を運営しながら、そこの保護者をうまいこと声かけてやるけども、公民館活動がなかなか定着しないんだ。それは国民性としてエジプトの人たちは気持ちがわーっと盛り上がってパッと集まるけど、終わったらパッと解散してすぐ飽きちゃう。もうこれで続かないんですっていう声がありました。まあやっぱりコーディネーター、そこで何をしてどうつなぐかっていう力が実はすごい大切ですよということも改めて伝えましたね。はい、次お願いします。はい、この場所ですね。ここもオールドカイロ、非常に古い施設、確か1800年前の建物をリノベーションして、夏休みだけのスクールをやって、その最終発表の日だというので見に行きました。これは実は活動としては私非常に面白いなと思いましたが、ものすごい古い施設が中抜けになっていて、でそこの真ん中の広場で夏の間学んだ子どもたちが勉強になったことや表彰状、まあ、修了証ですね、修了証を受け取っていくんですが、そこですごい社会教育的だなと思ったのが、誰々さんのお母さんのおかげでこれができました、誰々さんがこういうふうに広報してくれましたと言って、関わった人一人一人に出番を作っていました。みんなで作ってきた様子が分かったと同時に、そうやって声をかけられていた方々の表情がとても輝いていたのが印象的でした。で中には部屋の中に入ると、私が拙い英語で一生懸命話してるんですけど、こうピラミッドの三角形ありますよね。このピラミッドをエジプトの皆さんがこの三角形で計算をして、計算法を作って大きなピラミッドを実現させていきましたけど、それを今の子どもたちが自分たちでそのピラミッドの形からいろんな発想をして勉強していました。その勉強した様子の図面が壁に貼ってあります。子どもたちが地元のエジプトの文化や知恵を今の現代に捉え直して、こうやって誇りを育みながら学習をしていると、いや非常に素晴らしいなと思いました。
で、ある女性の方が詩を朗読したいと名乗り出ました。なんだろうと。南さん、ポエムですよ。ああ、なるほど、何が始まるんだろうと。たら、この方が5分ぐらいずっと詩を朗読してるんですが、あの、私が理解した多くのものは、いつも毎日歩いているこの道があの日から変わった、あの路地裏があの日から変わったんだと。私たちが自分たちを表現していい場所、自分たちの声が届く場所が生まれたんだと。で、その場所では私もそうだし、その家族、そして子どもたちも生き生きと自分の言葉で自分のことをチャレンジすることができたんだ。この場所のおかげで、いつもの私たちの身近なところがこんなにも変わったんだということをとくとくと朗読したんですよ。詩にしてすごいなと思ったのと、やっぱりこういう表現できる場、実現できる場を求めているんだなということもそうですし、いろんな世代、いろんな性別でそのことをやはり、まあ、私たちはこの世界でちゃんと確保しないといけないな、確保するべきなんじゃないかなというふうに、感じさせてくれました。まあ、その生き生きとした声がまさに日本の公民館でも、公民館があってよかった、公民館があって、あるいは公民館のような地域の拠点があって、私たちの地域はこんなにも変わったと言われるようでありたいなと私も思いました。まあ、こういう場所があるんだったら、いや、十分これはもう公民館ですよと私は言いましたが、主催者に聞くと、これは NGO 活動ですと。で、個人的な取り組みだとこれは継続することはできないし、まあ、市民活動そのものがそんなに力入れていきやすいというわけでもないと、そういう意味では、まあ、先行きは不透明ではあるんだがという声でございました。なるほどと。私たちはこれが最終日でしたので、日本の公民館、日本をリスペクトしていただいているエジプトに、日本の教育システムとしての公民館を届けることで、いろんな世代やあるいは政府機関も協力的になっていただけると、そういった中でいろんな世代、いろんな方々が集う場ができて、定着して広がっていく可能性があるとすれば素晴らしいことだなと思いました。まあ、現地の方々も日本から届けるという入り口がおそらくとても受け入れてもらえる機会になるんじゃないかというふうに言ってくれました。はい。これはアインシャムス大学の学部、教育学部長室でございます。学部長ね、真ん中の方々ですが、まあ、一緒に写ってる学部長、私の正反対側のところには、内閣府の直轄の担当省のトップの方、一緒に同席してましたが、まあ、学び直しに力を入れたいと、つまり、幼い頃に学校に行けなかった、文字が書けないけども、そうすると仕事の幅が狭くなるので、働かない、収入が少ない層が取り残されますよね。その層が改めて学び直していろんな仕事に就けるようにするということのところを一生懸命頑張っている、そういうことを教えてもらいました。公民館はそういうことにも連携できますかっていう、そういう、まあ、交渉というか、そういうところでしたね。日本大使館の田中さんね、本当に文科省から派遣された方がたまたま日本大使館にいらっしゃって、公民館のこともよく知ってると、もうラッキーだったなと思いますが、まあ、そこで今、いろいろ事業を進めていますが、国際交流基金の後に私たちが
エジプトでの公民館活動を支援していることを、文部科学省の日本型教育の海外推進事業というものに認定いただくことになりました。特にこの事業は、アラブ・アフリカ諸国に力を入れたいとたまたまその年出ていまして、であるならばとエントリーしたら、年に2件しか公認プロジェクトは出ませんが、公認のプロジェクトとして、伺うことができて、まあ、文科省の大きな事業の傘のもとに、この公民館作りが進めることができています。もうね、行く先々でとて もそうすると大使館の方が同席するとよりもてなしていただいて、地域の公民館長としては恐縮この上ないという状態になるんですが、非常にさまざまな事情を聞くことができましたし、期待の大きさを、受け止めております。まあ、行く先々で紅茶と一人一皿スイーツが出てくるんですけど、これもエジプトなりのおもてなしだなと思っていますね。はい、次お願いします。あ、これは終わった後せっかくなんでワークショップしましょうということで、関心のある学生さんたちと、実際に学校での学びを、より発展させるために何ができますかという、そういうワークショップを、させていただきました。皆さん非常に活発な議論をして、付箋紙や書くのも上手ですね。本当にディスカッションしていくのが好きだし、こういう国民性ならば日本の公民館これはどんどん追い抜かれるぞと思うぐらいの積極性でございます。はい、あ、これはアスワン大学の公開講座ですね。こんなに人が来るとは思わなかったですよね。これ私が公民館の実際にやってる事例を発表して、で何かチャレンジしたいと思った人っていうのを手を挙げてもらった瞬間の写真です。いろんな方々の、心のに火を灯すことができたなら幸いだなと思いました。中には小学生の子どもも来ていましたし、帰りながら、日本人がアスワンに行くのもこの期間はもう少なくて、日本人珍しかったと思うんですよね。なので私折り紙をいっぱい持って行って、子どもたちいたので外で何人かだけ鶴を折りながらお話をしていましたが、鶴にもほらメッセージがあるじゃないですか。アッサラムアライカムとまさに一緒ですね。平和のメッセージ、アッサラムアライカムって言いながらね、渡していくんですが、私は日本に行きたいんだっていう女性が一人長いこと質問がありました。その時私一人だったので拙い英語で何を伝えようとしているのかなっていうのをワンモアワンモアって言いながら聞いてましたが、よくよく聞くと自分の力で日本まで留学するって簡単じゃないんですよね。それは経済的なものもそうですし、この年頃になると言うなればお見合い、結婚して世帯の中に入るというのがどうやら基本のようでした。そういう中で私はもっと学びたいんだ、日本に行くにはどうしたらいい、南さん日本に行くにはどうしたらいいんだという質問ね。あ、こんなに学びたい人がいるんだな、日本のことを思ってくれる人がいるんだな、もちろん家族のご理解が大事だとは思いますが、そういうチャレンジの幅が必ずしも日本に行かなくても、あるいはいつか日本との交流や行けるチャンスの幅がもっと選択肢が増えるといいなというふうに思いましたが、そういう熱い気持ちをたくさん受けさせていただきました。エジプトの皆さん、やっぱりエジプトの文化への誇りというものはすごく持っていますが、そんなにピラミッドや文明の歴史を授業で習う機会はほとんどないと言ってました。もったいないなと思いながら、私も沖縄の歴史を授業で習ってきたかなって言うと、そういうわけじゃないなと、改めて足元の地域の歴史背景って、これからの地域を作っていくときにすごく重要だなというのを、感じた時間ともなりました。はい、
そうですね、一番最後に、まあ、この日本型教育のキックオフというエデュポートジャパンというプロジェクトを、日本の現地での関係者、若い関係者も集めた場を設けて、まあ、100人ぐらい来てくれましたが、そこでスタートを切らせていただきました。一緒に写真に写っているのは現地でエジプトの公民館を一緒に盛り上げてくれるエジプトチームの皆さんです。10代、20代、30代が中心です。この方々が普段は仕事をしていたり大学生だったりしますが、日本の公民館をさらに発展させたものを今それぞれの休みの時間、休みの日を使って進めています。まあ、そのすごい心強いメンバーだなと思っております。はい、次ね。そうこうしていろいろ公民館どこにどう作るかとなりましたが、今現在エジプトの、カイロギザ地区というエリアに公民館がオープンしました。まあ、その矢先にコロナというのがあって、まあ、オープンしましたが、日本の公民館のようにすぐ人が利用できる状況という意味ではなくて、エジプトチームの皆さんがまずは事務所にしながら、ワークショップや、施設整備を進めているところです。はい、次お願いします。ね、これが今向こうの公民館の最近の写真ですよ。めちゃくちゃおしゃれですよ、あの窓とかですね。みんなでね、向こうもほらマスクしてますね、飲食して、ギドさんとエジプトチームの皆さん、私はよくオンラインでやり取りするので、懐かしいですね。バサントさん、ハーガルさんですね、いらっしゃいますね。はい、次のページお願いします。これも向こうの写真ですね。すごい鮮やかな青、もう施設の外見は結構古いんですが、中の綺麗さはないですね。キッチンもついていて、まあいろんな飲食やあるいはカフェ機能、そういうものもゆくゆくつけたいというふうに話しております。はい、次のスライドお願いします。はい、こんな感じですね。まあ、学習しやすいスペース作りをやっていますし、今日本の公民館でも借用したり手続きしたり、する、そういう基本的なことも、どんどん伝えていかないとということで、オンライン上で、より具体的なマニュアル作り等々も、進めております。はい、ね、これはオンライン研修ですね。今もうほとんど1週間に1回やってるので、あれですが、日本人からエジプトの方々いっぱい入ってやってます。高崎経済大学の桜井先生という、地域づくりの観点から社会教育になっているところや、同じく那覇市の若狭公民館の、宮城館長も、時折入っていただいて、います。まあ、私たちもエジプトの公民館づくりを通して、私がこれまで話してきたように、日本の公民館も改めて今のこの日本に求められるような拠点を本当に考えて生み出していくつもりで取り組まないといけないんじゃないかな、またそれが求められている時代じゃないかなと、まあもう一皮向ける時が来てるんじゃないかなというふうに思っていてですね、そういう意味ではその先の未来の公民館を語れるような、そういう機会にもしたいと思ってオンライン研修をしております。非常にこれがゆくゆくまた日本の公民館の新しい可能性を切り開けるといいなと思っています。はい、はい、エジプトに求められる拠点いくつか挙げましたが、日本の場合は主に集う、学ぶ、つなぐと言われますね。この機能が公民館やりますよとよく言われますが、これに協力と実現を加えた状態で、実現とは成果が見える、自分の価値が上がった、そして若い人のスタートアップまで、ちょっと那覇市で言うとちょっとここのマイマイ那覇がその役割も果たそうという位置づけなのかなというふうに感じて
います。で、視察先からは女性や子どもたちが活躍できる活動できる場所っていうのが少ないと、それからやはり自分たちの力で社会をより良くできるというその自信というか信じる力ですね。どうせ何をやっても無駄だろう、何をやっても変わらないんじゃないかという、のことだけではなくて、やはりやることで誰かが誰かに伝わった、誰かに伝わることでちょっと家庭や最寄りの人たちの様子が変わった、そして地域や学校が変わってきた、このことを信じれるかどうか、自分の小さなワンアクションのその先を信じれるかどうかっていうのがすごい重要だなと思いました。もちろんこれは日本も言えることだと思うんですが、そして日本の教育という信頼、そしてそのクオリティというものを私たちは自覚すべきだな、そのことをちゃんと守り発展させていくということがこのグローバル社会の中で日本に期待されていること、間違いないなというふうに思いました。そしてこれまでもその土台の上に私たちは実は生きてきたんだなということも、気づきでございました。はい、次お願いしますですね。改めて日本の公民館が考えたい視点として、自信を持ってエジプトに今の公民館を紹介できるかなということを、私はしっかりクオリティを作っていかないといけないんだなということは宿題としてもらいました。そして第二次世界大戦を経て地域づくりを公民館拠点になってということで進めてきたこの日本の実績をですね、やっぱ改めて自覚すべきですし、各地域地域にそういうコーディネートできる人がいて集える場所があって、そこで人々が対話する中で何かを実現していくことができるのが日本はまだ残っていると思うんですよね。それをしっかり自覚すべきだなと。そしてエジプトの人たちが言うように、果たして実現できる場所になってるかと、これが改めて私も宿題でございました。はい、次お願いします。そうですね、これ1946年寺中作夫さんという方が、今の文科省の方が公民館の構想を作っていきますが、その時のことを図説化した公民館図説から1枚切り取りました。公民館をテコとして、つまり公民館が誰かのとの対話であったり、お互いに直接的な教育、教える人、教えられる人ではない学び合いの力でもって、市民の方々の力や自己実現やスキルアップがテコの力として村を起こしていく、非常に今でもうならせるような図だなと私は思っております。コロナ禍の中で出てきた社会課題、もちろん孤立という課題も多いなと思いますし、それから人々のつながり、教育、経済、こういったことが実はコロナ禍で露出してきた課題ではしてあるんじゃないかと、それからこれまでのようにはいかなくなってきた新しい生活様式と言われるけども、誰かに言われた、誰かに決められた生活様式ではやはりいかないんじゃないか。当時の日本の公民館の創世期からすると、私たちは私たちの手で新しい国づくりをするための拠点としての公民館、今まさに新しい生活様式を作っていくための拠点もやはり公民館が力にならなければならないんじゃないかなというふうに思いました。ここから事例がポンポンいきますね。スライドがまだまだありますか？あります、ね。はい、ポンポンいきます。パッて実際に、10枚ぐらい。はい、半田川公民館が何してるかあんまり話してこなかったと。
いうのがありますが、半田川公民館は地域の文化や歴史、それをまた培ってきた人をしっかり教育的につないでいきながら地域の誇りを育むということを大事にしています。これは聞き取りを当時の沖縄国際大学の非常勤講師であった波平恵理子先生という方がいましたが、講師となって聞き取りを手伝っていただく中で、最初は地域の方々、うちの地域何もないよっていう話をしてましたが、だんだん2年3年と聞き取りをしていくうちに、うちの地域には豆腐があったと、半田川の豆腐が売れないとよその地域は売れなかったよ、どれぐらい豆腐屋さんあったんですか、調べたら3軒に1軒が豆腐屋さん、これはすごいと、もはや豆腐は豆腐屋さんが作るものではなくて地域の中のすごく大事な副業を支えた暮らしの一部であり、また戦後の復興を支えた時の最初の物々交換の時も豆腐で仕事を作っ、まあ、食べ物を得ていった、そういう思い入れのある豆腐を昔ながらの大豆を復活することでプロジェクトにして豆腐を復活するというプロジェクトをやっていきました。これ10粒から広がっていきます、はい、ね、そうこうしていくうちに大豆の栽培が得意な人、あるいは歴史に詳しい人、戦時中のことに詳しい人、島言葉、沖縄の言葉が上手な人、まあ、いろいろな経験知識を持っている人たちがどんどん公民館とつながったんですね。私たち自身もあの人ならこれを知ってるっていう人がもうたくさん出てきて、この方々がこれから先も地域で自分の経験を生かして活躍していっていただいて、子どもたちに誇りが持てるようにっていう、そういう地域づくりを進めていこうと力を入れます。スグリムン認定ですね、そういう方々をスグリムンと呼んで認定していって、まあ地域に認められないともらえないこの認定がどの免許よりも嬉しい、これがまさに誰かからか認めてもらう、地域でそれを実現する時のすごいパワーだなと今も思っています。はい、ね、あとはね、若い人たちが公民館利用少ないとよく指摘されます。私たちも、やっぱりこれからの地域社会を作っていくのは誰かと考えた時に、この若い世代、この世代が小学校の時に今必ず大豆をまいて豆腐作りまでを地域の人がサポートします。その出会いを、自治会と連携しながら進めていって、まあ中学校になります、中学生になったらジュニアボランティアといって、いろんな地域のイベントや、年中行事に参加して、講座を参加していろいろ裏から地域を見ていきます。で祭りでいろいろ支えてもらったり、社会人になって公民館でちょっと手伝いをしてくれたり、そして、大きいイベントの時には今度中高生を指導していく世代に成長していってくれています。まあ、彼らは一緒になって私たちと動くことで、この世代、どの世代であっても地域で自分がやることで地域は明るくなる、喜ぶ人がいるということをやっぱり気づいてくれた人たちだなと思いました。気づいてくれた人たちは、彼女たちや彼らは思い思いの場所でそれを実現するし、タイミングさえ合えば地元に戻っていろいろな行事を支えてくれます。これこそまさに社会教育のなせる大きな可能性だと思ってます。次お願いします。ね、あとはさまざまな方々の活躍と笑顔、誰かが人から人へ学びが継承されていくときに伝わるものがあると思ってます。それを大事にしていきたいですね。はい、ね、若い世代実現していくことを私たちもチャレンジし始めています。在来大豆の復活で小学校の授業、この大豆を私たちは今度豆腐だけじゃなくて新しいものづくりとしてクリエイトしていきたいっていうので、上の写真はそれを大豆を、在来大豆を生かしたマルシェをやってくれてるメンバーですね。あと下、公民館らしくて面白いですね。公民館あるあるなんですけど、舞台発表で体操してます。こういう体操してるんですけど、通常やる側と見る側に分かれますが、
もちろん会場の皆さん、反対側、みんなでやります、ね、同じ空間で同じように学び合うのが定着した皆さんは常にそういう気持ちで人々、自分を高めていく力があるなと思います。はい、ね、一人一人自分のできる自己実現、あるいは今まで知らなかった新しいチャレンジのきっかけの種まきっていうのもすごい大事だなと思っています。体験が大事だよっていうのは簡単なんですけど、その機会、そしてその先に誰か出会う人がいるかっていうのはすごい重要だなと思いますね。その先に私たちが必ずしも一緒にいなくても、そこにいる誰かと出会って何かを成し遂げるっていう機会を提供すること、それも非常に大きな役割だと思っていますし、まあ、花が一輪咲いてますが、絶滅危惧種の花の保存活動もやってますが、やはり長い目で見た5年先、10年先、あるいは100年先、1000年先を見たときに、私たちは何を残すのか、何を継承していくのかっていうのもすごく大事だなと思っています。自分たちの限界も知りつつ、必要な時には力を合わせる、公民館でいたいなと思っています。はい、そうですね、まあ、コロナ禍でチャレンジ、公民館の閉館がまだ閉館してますが、明日から開きます。接することが奪われた公民館は辛かったですが、その中で広報誌というやり方で、人々に安心と絆を届ける取り組みです。はい、次ね、まあ、その他、他のさまざまな行政、教育、福祉、多分野のネットワークに私も参加させていただいて、沖縄県のコロナウイルスの対策できる限りで、一緒に考えてまいりました。こういうのも今分野を超えて非常に大事だなと思ってます。はい、それから今物々交換や、経済的に困った方、孤立が進んだ方が増えたと思って、それを物々交換することで人との出会い、困った方々に思いが届きながら、人のぬくもりまで、ね、ちゃんとキャッチボールできるといいなという場も今頑張っております。次お願いします。はい、で、まあ、ここからはもう最後になります。まあ、グローバルな交流の内容を今日はお話ししましたが、まあ、やっぱり外に行った時に思い出すのは、そこにしかない資源、足元に何があるかっていうのを知っていることがすごい強いな。足元にあることを知っていると、結局その足元にある良さや資源って、海外に出た時の人たちとつながるコミュニケーションツールを持っているということだなと思いました。お互いを尊重できるんですよね。そういう意味でも大事ですし、豆腐というものを地道にやっていったら、ジェイミー・オリバーさんという有名な方も来て、いや、なんでここまで来たんだろうと思ったら、世界の中の長寿国日本、その中の長寿県沖縄、健康を支える食文化の島豆腐で、島豆腐の名産地といったら半田川と、はぁーと思ってですね、非常にいろいろ学びになりました。はい、次、これもそうですね。沖縄戦というのはやはり世界の中でも住民を巻き込んだ、特に地上戦が特色でありますが、その中で、まあ、当時の知事が入っていた号が近所に、反対側の近所にあるので、戦時中どういう判断をし行動すべきかということを悩んだ形跡、その後の住民の大きな被害が、亡くなった方がたくさん出ましたが、リーダーとして何をすべきか、あるいはそこから私たちは何を学んで後世に伝えていくのかというのを知る機会として、その号も非常に重要だなと思っています。今これはTBS のドラマがありましたが、今映画作りも進んでおります。そういった方々への案内もやっておりますが、こういう場所一つとっても、普段は誰も来ないけれども、来る人は少ないけども、ここから知ること、ここでしか感じられないことがあるということはとても重要だな。それが結局グローバル社会の時の強みでもあるし、コミュニケーションツールだなというふうに思いました。はい、今回はここまでで私の事例は終わりたいと思います。ありがとうございました。
南館長ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん今日ご覧になって、南館長の、まあ、最後の方になりましたけれども、半田川公民館というと、本当に大豆の種まきこれから始まって、本当にその大豆が大きく育っていくように、非常にもうあの小さな大豆がこのジャックと豆の木のようなすごく大きな、この木に育って、そして今日さまざまなチャレンジをしながら地域づくりに貢献していらっしゃるということをご理解いただけたと思います。それと同時に、館長のお話を伺いながら感じたことは、そうした活動が世界に認められている。で、実際に、この縁あってエジプトに行かれた。そうすると今度はエジプトで自分たちの実践を紹介しながら、エジプトの事情をこの聞くことによって、今度はまた自分の振り返りになる。それがお互いに、刺激をし合う。そしてまたさらに言えば、もう一歩先の公民館の在り方、地域づくりの在り方というものに、まあ、つながっていくのかなというふうに感じました。まあ、このマイマイナハも、国際相互理解ということで、単に私たちの持てるものを、ご紹介するだけではなくて、向こうにあるものも紹介をしていただき、そしてその共通の資源あるいはその問題点を共に考えていく、そこで初めて、まあ、相互理解ということが深められるのかなというふうに思いました。マイマイナハの、まあ、機能の一つには、この公民館的なこの市民の皆さんの活動を支援したり、あるいは、学習に寄与したり、地域づくり、まちづくりに、まあ寄与したりということもあります。南館長のような優れたこの、リーダーが、まあ、ものを作ってこられたことに学んで、私たちも追随していくということを考えていきたいというふうに思いました。質問の方は来ておりますでしょうか。はい、天の声担当、上原でございます。今質問の方がですね、ちょっとなくてですね、一応もしかするとですね、今チャットがですね一時的に繋がってなかった可能性があるので、はい、もし今でも間に合いますので、再読み込みしてください。そしたら多分チャット繋がると思います。じゃあ誰かギャラリーというかスタッフになっちゃうんですが、なんか質問ってないですか。じゃあ私の方からちょっと。じゃあどうぞ。はい、実際に、エジプトには、まあ、エジプトの文化があって歴史があって、でその中で、まあ近いところでは、やはり革命が起きたりとかいう、まあ実際に国民の中からの、まあ、政治的な闘争もあったり、したわけですけれど、その中でも、まあ、したたかに、生きてこられた、方々です。はい、今そのエジプトの中で、公民館が、まあ、若い層を中心にして、発展していこうとしているわけですね。うん、はい、この辺での、まあ、気づきといいますか、エジプトに行ってその若い層がこう頑張りたいということが、うん、沖縄にもどうやればこう結びついていくことができるだろう、あるいは沖縄の若い人たちですね、どのようにこう、生き生きとさせていけるのかなということをちょっとお聞きしたいんですが。そうですね、まあ、やはりエジプトであれだけ若い世代が関わっている背景としては、日本の文化とか教育がものすごく、まずすごく輝いて見えてるっていう背景は一つ大きいとは思いますね。で、その要素を秘めている公民館っていうのがまずすごく関心が高くなってきますし、それを日本に置き換えると、やはり若い世代が知りたい、関心が高いことがちゃんとその場所、公民館のような拠点で、実感できるかどうか、まあ、若い方々ってもちろん純粋なので
やりたいことがなければいかないって当たり前のことを言ってるような気もしますが、まさにそういう一面がすごい重要でしょうし、もっと言うとそれがまあ中高生含めてだと思うんですが、これ20代30代まで考えた時には、沖縄の人たちも仕事で働いていくのは大変ですよね。共働きで一生懸命頑張ってやっている人も多いけども、まあ、貧困率も高いという現状も一面であるというところで言うと、そのことが仕事にちゃんとつながって、まあ、スキルアップであるとか、それからまあネットワークを使った仕事の、まあ、収益の向上にもつながっていくような、まあ、そういうところまでしっかり公民館がもし公民館のような拠点が見れるのであれば、大学生や就職した人たちもそれならばということで関わってくることもあると思いますね。やっぱりその辺はより今の地域社会に果たす役割として若い世代が活躍しチャレンジでき、そしてなおかつちゃんとそれからの家庭とか仕事で伸びしろまで寄り添えるかっていうのはやはり向こうでは大事でしたし、日本の、まあ、沖縄においても、あそこまでやってくれるところが確かに、まあ、ハローワークや就労支援とかありはしますけど、働きながらそれを高めるところがそんなに開かれてというか、しかも地域でっていうのはなかなかないんじゃないかなと、まあ、そういう意味では心強いと思います。地域の中にはすごい企業運営あるいは新しいチャレンジをしている企業がたくさんいるし、そういう人材がおそらくいらっしゃるんですよね。そういう方々とその若い世代との接着点っていうのもなかなか地域でなかなか少ないと思いますので、まあ、それも日本の公民館も参考にできるだろうなと思いますね。まあ、私たちの施設マイマイ那覇というのは、いわゆるその公民館そのものではないので、うん、かなりこの営利目的の、まあ、講座とかこういったものもできるということです。私たちの、まあ、このマイマイ那覇には、図書室もありまして、この観光関連国際相互理解、そういったことに結びつくですね、例えば語学へのチャレンジであるとか、はい、普通一律の図書館には置かないようなトイフルとかこういったものの受験本なんかも揃えているんですね。で、今年はコロナ禍のおかげで、語学系の講座、きちんとしたプログラミングの講座できませんでしたけれども、実は私たちもこういうスキルアップを、はい、まあ、図っていく講座を設けていきたい、あるいは今南さんからご指摘があったように、今もうすでに働いている方が自分のスキルアップをする、うん、そのためにどうしたらいいんだろうという、まあ、そういう意味では、まあ、例えば簿記とかですね、こういったものの学び直し、そういうことができるような部分も考慮していかないといけないのかなと、ぜひですね、市民の皆さん、若い方々からですね、そういうご意見もいただきたいなと思いますね。そうです、はい、前々回のオンライン、私たちのオンライン講座で、日本の皆さんにエジプト側からこのグローバル社会で力入れた方がいいよって言われたことが一つありまして、日本人は海外から来た人にあんまり最初優しくない、もっと、確かに私エジプト行ったらもうとにかく珍しいのかちやほや声をかけていただけますし、あそこも見てほしい、あそこも行こうって言っていろいろ案内してすごい積極的なんですよね。まあ、沖縄の人もシャイな方が多いので、別に多分毛嫌いしてるわけじゃないと思うんですけど、何か困ってることはないってそんな積極的にずかずか行く人は少ないかもしれないですね。まあ、でも海外から来た、例えば沖縄やどっか来た人たちが最初日本人はそんなに積極的にコミュニケーションを取ってこようとしないのが、まあ、ちょっともったいないというか、歓迎してもらってないのかなって受け止めちゃうんだよっていうのは、あ、なるほど、
だから私たちもそういう目で温かく迎えたいなって、まあ、それからは話をしておりますね。先ほど紹介していただいたあのスライドの中で、まあ、今のお話もイチャレバチョーデーという言葉がありますから、はいはい、すぐにこの声をかけてくれるっていう素地はあるんですね。そうですね。それと食事ですね、うん、あの亀攻撃あれはあの沖縄の文化と、非常にこう共通するような部分もあって、本当に、距離の離れたエジプトもう環境も違うのに何か、うん、あのすぐ隣の人のような雰囲気でしたね。いや本当に、はい、私たちもあの、ぜひこの、困ってるそうな人がいたら、この私がお役に立てますかと、まあ、そういうことをうちの口でもそうです、ねはい、あの声をかけてですね、そしてあの気軽にですねすぐイチャリバチョーデーの気持ちを発揮できればなというふうに思いました。質問来ておりますか？いや、もう来てないので。あ、はい、はい、じゃあ、そろそろ時間になりました、はい、今日はエジプトに公民館を、日本の公民館が注目されたわけということで、那覇市半田川公民館館長の南慎之助さんをお迎えして、講座をしております、本当にありがとうございました。私たちのこれからの館の運営はもちろんです、地域の皆さんと共に作っていかなければいけない館でもあります、そういったところへの大変なこの示唆をいただいたと思います。さて来週ですね、9月20日は、コロナ禍その時子どもの居場所はどう対応したかというテーマで、新型コロナウイルスの影響で、この子どもたちはどうしただろう、どういうふうに居場所を確保していっただろうというようなことを中心に、沖縄大学の教授で、地域研究所の所長でもいらっしゃいます、島村聡さんをお迎えして、お伝えしたいと思います。来週、9月20日の放送は午前10時から12時までとなっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。南さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。天の声担当の上原でございます。ちょっと、お知らせの方していきます。先ほども、ありました通り、開館記念講座、マイマイな破壊館記念講座は、本日から、毎週日曜日、行われることになります。全5回ということで、今日は、午前10時と、午後2時、今の回ですね、2回終わりまして、来週は、9月の20日ということになります。10月の4日まで、全5回配信となっております。概要欄の方にその前後回の内容等書いておりますので、そちらの方合わせてご覧ください。で、うちのですね、マイマイ那覇のホームページというのもございます。こちらの方がペイと、マイマイ那覇のホームページの方、下の方に貼ってあります。こちらの方、いろんな施設関係の情報ですとか、いろんなところの情報を掲載しておりますので、ぜひ、こちらの方をチェックしてください。で、それからマイマイ那覇の公式のツイッターがございます。このツイッターの方で、この配信の開始のお知らせですとか、そういったいろんなお知らせをかけていきます。で、最近あの公式のフェイスブックの方も、オープンさせてもらいますので、一応公式ツイッターの方に記事載せてますので、そちらの方を探して、ぜひフェイスブックでいいねを押していただければと思います。ということで、マイマイ那覇の公式チャンネルへの登録、それから高評価、あとはツイッターのフォローと、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、事務局会、はい、天の声から以上です。はい、じゃあいいですかね。はい、では、皆様、次回の配信、来週20日、午前10時からですね、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。では、さようなら。